お兄さんですか。妹さんの容体が良くない。急いでください。死んだ人には興味ないんだね。違う。自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだ。マリー、このまま行かないでくれ。無理なのか。時間がねえ。ケル、消えちまう。あいつなら。ちょっと、大丈夫っすか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か。怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、そんな都合よくはいかねえか。素人かな。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だな。なんだ。
何か来る。喋んな、隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんなどうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。前には消えてもらおう。仕方ねえ、まずは付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。
指先に神経を集中させて解き放つ。いいぞ、そのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。これじゃねえか。このまま残りを片付けるぜ。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。ってのは病人なのか。ああ、それはタイミング悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後へ近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？今度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。完璧だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけろ。
嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。誰かいる？どうなってるんだ？警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。マリー、マリー、落ち着け。目に見えることを全て信じるな。生きながらにしてアチラ側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間？もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言ったよ！そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。Thank you.
リー。ここは死んだのか。ああ、何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今更自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリー！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。